くるくる。いや、また俺インポスターか。くるくる。くる。マジか。くるくるが来るって今、誰かダジャレ言いました？くるが来る。誰か今ダジャレ言いましたよね。ありがとう。離れたかったのに。なんか、誰かダジャレ言ってた気がするんですよ。誰ですかね、本当。よくないですよ、本当。あれ本当よくないですよ、そういうの。あれれ、おかしいな。なんか、そうちゃんがね、僕、インポスターだから、近づかないようにしとくねって。そうだ。だからちょっと、そうそう。え、シャワー浴びてたのはさ、ちょっとあれかなと思って。シャワー浴びてた。シャワー浴びてた。綺麗にしてたよ。そうだからの覗くのちょっとあれかなと思って。シャワー確かにそれは覗いちゃダメだな。覗いてない、うん。それはダメだわ。いや覗くならバレないようにすればいいんですよ。弁当とかね、弁当とか。うん、そう弁当とか。とこね、弁当とかね。なんかソウさん怪しくない？いやーソウさんエッチー。やだー。誰だ俺に入れたの。なぜ赤栗入ってるの。誰も追放されなかった。行こっかな。何の真似。またスコーしちゃっちゃおうかな。こっちやりたい。こっちやりたいからこっちとタスクやりたいんだよ。なんか誰かな。シャワーを覗き見する。マイク。あらあら、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今日もワクワクアトラクションです。こんばん。やった、心電図見に行こうかな。めっちゃ陽気な人いるな。めっちゃ陽気な人いるな。あ、どうした。黒塗りされました。卵です。はい、それはごめんなさい。結構一人でいたんで仕方ない。待って。赤ワクチン。これ苦手これ。オッケー。あ、ちなみに。え、そうなんですか。はい、いいんですよ。心電図見よう。心電図。ちょっと絵で切んのか。死んでない。素晴らしい。どうしよっかな。一番奥に行きましょう。危ないね。危ないよ。皆さん危ないよ。上。危ないよ。ちょっと、やばいな。あれ？りょうかさん？マジ？りょうかさんが。どちらで？キッチンでひなさんがやってました。キッチンで現行犯です。黄緑のりょうかさんと私が同時に折って、タスク終わったら黄緑の人が折って切ってました。見てました。話しても無駄なんでローラーで大丈夫です。黄緑から切ってください。じゃあ僕が聞きたいことは。黄緑の人に聞きたいことがあります。状況を詳しく教えてください。どう先生だ。先生レオさんとお呼びすればいいですか。私だからキッチンのタスクしようと思って武器庫側から行ったら、あの死体踏んでるひなさんがいました。あの死体踏んでるひなさん、そこは完全に食い違ってますね。そうですね、だからもう私エレキからずっとりょうかさんといました。なにひなちゃんはりょうかさんとずっと一緒にいておったよ。で、ああそういうことね。で何作るのって、でオニオンバーガーって。
ワンチャンの包丁で間違えて自分切っちゃった説はないですか？まさかの？番付、そう、番付切ろうとしたら自分切っちゃったみたいな。そう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 。なるほどね。話を聞く限り、はいはい。あの状況的にはひななちゃんの方が黒いかなって思っちゃうけど、まあ確実にロラするので、うん、黄緑から、黄緑からマジで切ってください。どっちに合わせますか？私はとりあえずひなさんかな。どうせロラするんだったら、うん、まあ、どっちでも、まあお土産気をつけて、うん、私初手をしてるんで、初手ボタン押してるんで誰かお願いします。じゃあ私が押します。宿舎に連れてくれるといいな。じゃあ私が死んでたんか。ああ。さんだ。はい、よし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 、勝った。よし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 、勝った。めっちゃルンルンのところ雪屋さんに見られた。じゃあとりあえずロダー、はい、了解です。レオさん、雪屋さん何も聞いてないよね。と、まあ、あの、まあ確実釣っちゃうんですけど、はい、確実釣っちゃうんですけど、何か、はい、言い残すことはありますか？ナイス、ないね。潔いな。トゥルル、もう私じゃないんで。トゥルル、まあでも多分ね、キルしてると思うんだよね。ミーティングで多分俺だ、インポスターだったら、うん、お土産キルやってると思うんだ。だからヒラちゃんなんだとは思うけども。まあ。確実にっていう形で、そう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 、そうさんに入ってるし、じゃあるやん。なんとなく誰だい、なんとなくそうちゃん、なんとなくはやめて。まあまあまあ、これでよしよし、サポートしよう。じゃあ、あ、しまった。え、ゆきやさんがどっか行った？海切りへと飛び出した。そう、君は友達、僕の手をふふ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 ふこんなノリノリで歌ってる人殺す？なんでそんな笑ってんすか？無言で切っちゃった。こんなノリノリで歌ノリノリで歌ってたからこそめっちゃおもろい。こんなノリノリな人を普通殺さないですよ。うまく先生してくって悲しいな。あ、おかしいわ。もう本当にこの世は終わりだ。レゴさんずっと笑ってるじゃないですか。あ、こういうのある。イベントタスクだ。あれ、あ、リオガさん、あれ、レゴさん、もう一人相方誰ですか？ゆきやさんです。私、一人しかおらんと思って、キッチン。やっちゃったら、重なってて。まあ、でもほら、キナさんの方がすごいって言ってたから、みんなの中では。96098?51162。じゃ右側がね、解除されないとダメっぽいですから。あ、そうなんだ。マジ一人めちゃくちゃテンパってた今。わかんないですよね。そう、え、できないできないとか。マジできなくて焦ってた今。あ、右側もやんないといけないから。ロミジュリエロイは草。
てんてんてん。そうさん、そうさん、そうちゃん、そうちゃん、とリアクター前にはもう死んでおります。死人会の皆さんも聞いてくださいよ。リアクター、リアクター、リアクターって何ですか。死んでる方が聞いてくださいよ。今の緊急、あのアブーってやつ。山前には死んでおり、はい、めちゃくちゃ楽しくルンルンで少女霊歌いながら歩いてたのに。昇降機に今3人いたでしょ。誰にやられた、まさかの。いた。右側直したのは誰ですか。右側はリンカです。ですけど一人で行きましたか。あ、一人でした。あの左側に私と猫さんが一緒に行って、みんなちゃんと静かに議論してた。そしたらもうユキヤさんが直してたから、はい、リフトがで右側直した。わかんねえんだよな。最後についていたのがエレキが1ついてて、うん、エレキ探しに行ったらオランさんだと思うんだよな、多分な。で、昇降機に全員部固まってたんだよな。ちなみになんですが、姉子と俺はずっと一緒にいて喋ってました。喋りながらね、うん、そう、タスクしてた。だから リアクターが鳴って右側に行ったんですよね、一人で。リアクター、あの一緒にリフトまでついてって、うん、リフトまで一緒に行った。うん、でしょで直してるんですよね。だから、ね、リアクター鳴る前にもすでに死んでいたので、だからもう2分の1っす。オランさんかユキヤさんの2択っすね。うん、ああ、そうだな。あ、赤枠目線ではなるほど。そうなるとだからそこともずっと一緒にいたっていうんであれば相互で死ぬ。そうなっちゃいますね。うん、僕はその2分の1だと思うんですね。はい、オランには会ってないんだよね、結局。蓋なってる時に見ただけ。一緒にやって、で、なんかタスクのやり方が分かんなくて、みたいな。一郎だから釣らなくてはいいと思うけど、下町でいいと思うけど。はい。うん、あ、これやべ、出力上げすぎてしまった。2で行かないありがとうございます。へへへ、出力低めだぜ。てってけてーてれれってってってれってってー。なんかでもな、オさん白っぽいんだよな。てててて、すごい。今年の何も分かってないじゃん。はい。カリネコさんがメインホールで死んでて、今の笑った。はい。停電前に診察室でバイタル私とオラン見てた時は誰も死んでなかったんで、停電の時です。停電の時。うん、ごめんごめん。最中もう一回教えて。メインホール。あ、メインホールですか。ね、うん、セキュリティー。キッチンからセキュリティ方面抜けた2人誰す。私とオラン。あ、じゃあ雪屋さんで。もう別に来ていただいて大丈夫です。ごめん、アクセルベタ踏みしてる時にセキュリティ、キッチンからセキュリティ抜けてってっていうのを見ていて、でメインで2人、アーカイブ、シャワー、メインって2人が見えてるんですよ。ああ、はい、1人で動いてた自分がまあって感じですね。そしたら、はい、だから赤枠か雪屋さんの、うん、多分二択だと思うんですけど、そうですね、うん、そうなりますね。はい、はい、どちらを信じるかお話しします。雪屋さんが分かると思うかった。出力上げすぎちゃった。雪屋さんマジでマジの初心者なのに。赤枠さんまさかワールドエースマインでインポスターが釣れると思わなかった。確かに自分誰とも会ってないですね。あれ、そうだよね。待って、ロミオとジュリエット、まあ、ロミオとシンデレラ曲違うじゃん。そうだよ。そう、今気づいた。すげえ、ワールドエースマインが強かった。あ、なんか先生信じますよ。この情報、いや、うまいからな、赤枠さん。とりあえずもういいや、ワールドエースマインは世界を救った。僕は見てなかった。
ナイスファイトー。